よろしくメカドックの余談。メカドックの由来はメカニカルドクターの略で、車のお医者さんという意味でつけたが、特にこれといってお医者さんの要素はなかった。連載当時はバイクブームだったが、スーパーカーでもなく国産車のチューニングを扱った作品。ホンダの広報担当者が本作の大ファンで、広報マン自ら原案ネームを作成して読み切り作品を作った。ホンダの公式サイトで公開し、販売店で配布もされた。主人公の風見純の名前の由来は、テレビドラマダウンタウン物語の風見呼ぶこと。チューンの響きから純になった。暴走族を嫌っているが、結局は同じ土俵で暴走行為をする。テレビアニメ化もされた作品だが、人気低迷により一旦連載が中断した。再開後はなぜかオリジナルマシンでのレースがメインとなった。連載初期は福岡県をモデルにしたような福福県という設定だったが、アニメ版では横浜の設定になった。ピンク色のスバル360にロータリーエンジンとターボを搭載した。暴走族というより世紀末的なキャラが出てくる。主人公の声優を担当された橋本浩一さんは、セイントセイヤのドラゴン支流役のオーディションを受けたが、いつの間にかキグナス氷河役になっていた。作者は自動車整備士の免許を取得している。アシスタントに小畑武さんが所属していた。